オリアーナ・ファラーチは、イタリアのジャーナリスト、作家及び政治インタビュアー。オリアーナ・ファラーチイタリア王国フィレンツェに生まれる。第二次世界大戦中に、反ファシズム活動を行った。1946年、新聞、イル・マッチの出る、イタリア・ソントラルの特派員となり、10代から、ジャーナリストとして活動した。1967年はめ、従軍記者として、 ベトナム戦争を取材。また、インパ戦争にも赴いた。フェルッチオ・デ・ボルトリーは彼女を我々の最も有名な女性作家と呼んだ。ロサンゼルスタイムズ紙は彼女を事実上世界の誰もが否定しないジャーナリストと評した。若い頃に彼女は多くの国際的指導者や有名人にインタビューを行った。 彼女がインタビューした人物は、ヘンリー・キッシンジャー、モハンマド・レザー・パフラビー、ルー・ホーラー、ホメーニー、レフ・バウェンサ、ビリー・ブラント、ズルフィカール・アリー・ブッド、ウォルター・クロン・カイト、ムアンマル・アル・カッザーフィ、フェデリコ・フェリーニ、サミー・デイビス・ジュニア、トー・ショウヘイ、グエン・カオキ、ヤーセル・アラファート、インディ・ラ・ガンディ、ー、アレクサンド・ロス・パナグリス、ベルナー・ホン・ブラウン、マカリオス・サン・サンセイ、ゴルダ・メア、 グエンバンチュ中、ハイレセラシエイセイショーン・コネリーが含まれる。彼女は、5名ニシへのインタビューの後に、アヤトラのタイトルで本を出版したが、同書はイランでは、発禁処分となった。彼女は、晩年をニューヨークで過ごした。肺がんとの闘病生活は、ザーザーワンで語られた。彼女はその死の前日、2006年9月14日に、イタリアに帰国し、 生まれ故郷のフィレンツェの病院で9月15日の夜に死去した。ありがとうございます。